はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回の動画では、シンガポールに行ったんですけど、シンガポールからマレーシアに、渡る時ですね、他の国に渡るわけですから、パスポートが必要になって、入国審査っていうのが必要になります。で、入国審査終わってからマレーシアに、出国ですかね、シンガポールの出国終わってから、今度入国ですね、でして、初めてシンガポールから、マレーシアに入国できる。でそこから2、3時間ぐらいある場所にニョニャっていうね、中国とあとマレーシアのこう異文化の場所にちょっと行ってきたんですけど、そこで思ったのが国境、シンガポールと、マレーシア、国境を隔てて物価が半分ぐらい違うんですね。で例えばマレーシアで、仕事で、稼ぐよりシンガポールに行って稼いだ方が倍稼げるということで、結構出稼ぎに行ってるんですね、シンガポールからマレーシアの方に。それで、その時にですね、もう言っていただくと分かるんですけど、すごい渋滞なんですよ。で入国するまでにめちゃめちゃ時間がかかるんですね。例えばもう土日になるとすごい入国、出国入国っていうことですごく時間がかかるんですね。でそこで、もうバスとか車とかが渋滞してて、マレーシアの人がシンガポールに毎日出稼ぎに行ってる風景をちょっと見てたんですけど、高速道路ハイウェイですねのところをもう歩いてるんですね、何キロも。ありえないですよ、日本で考えたら。で何キロも歩いて、でそれこそですね、車がこう通ってる場所を歩いていくわけですから、かなり危険なところをもう何キロも、暑い中ですよ、もう40度ぐらいある中歩いてるわけですよ、毎日ですよ。だから毎日その人たちは、うちらのパスポートみたいなものではないんですけど、パスポートみたいな身分証明書があって、それを、マレーシア側から、出国して、で入国、シンガポールに入国して、そこからさらに職場に行くという形で、多分出勤するのに下手したらもう3時間とかかかってしまうようなところなんですね。でそれで、何キロも歩いて、もうその不自由な中で生活してるわけなんですね。でまたマレーシアにまたシンガポール出国入国してマレーシアの家に帰るというような感じです。でもうすごいですよ、ハイウェイのところも人がすごい歩いてて、毎日これをやるのはすごく大変だなって、その不自由な中で生活されてるんですね。で日本にいるとやっぱりそういうのがなかなか分かんなかったりとか、すると思うんですけど、その不自由な中で、マレーシアの方たちは一生懸命頑張っております。で僕は美容のことしかちょっと分かんないんですけど、正直日本の美容の技術っていうのは、世界で見ても高いというか、繊細な部分もあってしっかりされてると思うんですけど、そういうその世界の格差っていうのがどんどんこれからなくなってくるっていうふうに僕は思ってるんですけど、日本もね今、信号の数ぐらい美容室があったりとか、してるような中で、シンガポールも美容室がすごく増えてきてますね、マレーシアもそうですけど、その中で、日本人だからどうしてもある程度の安全だったり、生活水準っていうのは今守られてるわけですね。ただこれからどうなるかはちょっと分かりません、どうなっていくかっていうのは。世界の格差がなくなるということは、日本でも勝ち組負け組っていうのがしっかりしてきて、かなりこれから、厳しくなってくる人もいますし、逆にそれをビジネスチャンスって形でやっていく方もいらっしゃると思うんですけど、何が言いたいかっていうのはあまりにもですね
日本の安全に守られていて、なんていうのかな、まあ、これはね厚生労働省だったりとか労働基準監督署で決まってることなんで、これを言うと多分すごい叩かれてしまう可能性があると思うんですけど、僕はもう基本的に、まあ、仕事バカっちゃバカなんでずっと仕事のことを考えてます。で、美容室が終わっても、まあ、もう一個仕事を持ってるんで、もう一個の仕事をやって、まあ、基本的にもう移動中だったりとか旅行中も仕事をしてるんですけど、ただまあそれは自分の目標があってやってるわけであって、で、よく日本って今ねサービス残業だったりとかいろいろ言われてるじゃないですか。そこで、まあ、美容師さんも、まあ、僕が20年ぐらい前のイメージとちょっと違って、まあ、練習をねしっかりされてるサロンもあると思うんですけど、まあ、昔から比べるとだいぶ、まあ、サロン終わったら帰ると、アフターファイブというか仕事終わってからの、プライベートをすごく充実されるような形になってきてますね。それが悪いというわけではなくて、で休みもどんどん増えてきて、まあ、うちの美容室とかは、まあ、週1回休めば良かったような時代から、週休2日になってきたりとかしてますよね、美容室とかも。で、休みって僕ちょっと思うんですけど、まあ、休み皆さん何してるか分かんないですけど、まあ、楽しんで、自分のプライベート趣味だったりとかやるのは、すごくいいと思うんですね。ですけど休みって生活水準って上げたら下げること難しいじゃないですか。でこれはまあ今の時代に合ってないことなんですけど、休んで、休むことでその休むのが当たり前になってきちゃう。そうするとちょっと大変なことがあったり辛いことがあったらすぐ嫌になって投げ出しちゃいたくなるというか、休みが例えば週休2日っていうサイクルで働いてた時にそれが当たり前になってきちゃうと、どん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 その水準っていうのが生活水準っていうのが、なんて言うんでしょうね、逆にこう今の時代っていうのはマイナスになってんじゃないかなって思ってるとこもあるんですよ。守られてるだけがあってね、逆に休めば休むほど、まあ、体は楽ですし、まあ、僕はまあバカなんで結構いろいろ朝方までいろいろ仕事したりとかもしてるんですけど、ただまあ常に休みってまあどっか海外行ったりとかまあしてるんですけど、休んでる感じはまあ特になく、まあ移動中だったり、まあ、常に時間があるときは効率よく仕事してるわけですね。まあ、美容以外の仕事も、まあ、半分ぐらい時間を使ってたりとかするんで、まあ、場所を選ばず、まあ、仕事をしてるんですけど、なんかこう休むのが当たり前になってしまったら、だん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 頑張れなくなってきちゃうんですね。逆に休むことによってリフレッシュして仕事をする、こういう考えもあるんですけど、休んで楽してるってわけじゃないかな、みんな目標があっていろいろやってると思うんですけど、休むことが当たり前になってしまうと逆にそれがマイナスになってるんじゃないかなって最近すごく思うことがあって、まあ12時ぐらいまで、まあ、例えば20年前っていうのは仕事終わって練習して、まあ、ヘトヘトに帰ってまた朝仕事でっていう、まあ、ルーティンを繰り返していたんですけれども、まあ、その中で仕事することによってそのルーティンが当たり前になってきて、逆にそのたまにある休みがすごく、充実できたりとか、逆にその不自由さの中で、休みの大切さそして時間の大切さっていうのがすごく感じれたんですけど、最近ってなんか時間を結構週休2日で制とかで、まあ、しっかり休めると、まあそれもすごいです。友達と遊んでとか、まあそれも全然いいと思いますし、すごく楽しむ人生楽しむのは1回なんでいいと思うんですが、逆にそれに甘えてしまうとダメになってしまうと思うんですよね。でいろんな国行って思うのが、アジアの方すごく頑張ってるんですよ、一生懸命不自由さの中で、
頑張ってるんですね。でそこで、なんだろうな、日本にいることによってなんか、まあ、僕らの美容からしてみたらやっぱり他のアジアの方の人たちを、まあ、下に見るってわけじゃないんですけど、まあ、自分たちの方が技術があると、そういうふうに思っている時代ももうなくなってくるんではないかなとこの先思っております。うちらが、まあ、その休みを使って、一生懸命その仕事をしている人もいるし、例えば休みを使ってモデルハントしたりとか、まあ練習をしたりとか、そういう方も、いらっしゃいます。で、今これから僕もちょっといろいろ面白いことやろうかなと思ってる若手の、美容師さんの人たちも一生懸命休みの日は、そのね、撮影に関することだったりといろいろやったりとかですね、まあ、そういう自分の目標に対して休みを使ったりするんですね。でただ自分の娯楽のためだったり、それが悪いって言ってるわけではなくて、それが当たり前になっちゃうと頑張れなくなっちゃうこともあると思うんですよ。ただ仕事しすぎてしまうと、そういうことか体調崩してしまったりとかですね、そういうこともあるので、まあお客さんに対して毎日笑顔で接客するために、みんなそれぞれ体力が違いますから、その休みが必要ってことも間違いではないと思うんですよ。ただそれに甘えてしまって、当たり前になっちゃうと、それ逆にマイナスになることもあるんじゃないかなって最近すごく思うんですよね。少し大変なことがあったり、忙しくなりすぎたり、それがたくさん自分のプライベートと休みを取っていることによって頑張れなくなってしまう人も中にはいると思うんですよ。まあ、会社に守られている人だったりとかは、自分がねどうなりたいかっていうところで違ってくると思うんですけど、ちょっとそのあまりにもそのなんだろう、安全っていうか、その平和というか、そうだな、生活に困らないような、まあこの日本人に、まあ僕は生まれてきたんですけど、やっぱりその欲求ってあるじゃないですか。例えば睡眠欲とか食欲とか、まあ、性欲とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、欲求を、まあ、抑えるって、まあ、ある意味いいんだか悪いんだか分かんないですけど、僕は多少自分の目標に対しては、抑えていく必要もあるかなと思います。時間って24時間しかないじゃないですか。でその時間を効率よく使っていくこと、そしてその時間を効率よく使いながらも、楽しんで仕事をしていくことが大切だと思うんですけど、まあ、やらされてる仕事ってすごくつまんないんで、その中で自分でどうやっていくか、どういうふうにやったら楽しいのかっていうふうに、どんどんその時間をうまく使っていくのが一番かなと思います。